皆様、新年明けましておめでとうございます。宅飲み場竹雄でございます。またもや入院しております。もうね、お正月も明けましておめでとうございますと言いながら、もう三が日3日目でございます。病院で過ごす大晦日かお正月はなかなかに寂しいものでございました。おかげさまで、おかげさまでというか、まあ、クリスマス前から入院してですね、ちょっとまあ本当昨日までずっと寝てるような感じで、だいぶ回復しまして、ね、しっかり治していきたいなと思うんですけど、なかなかやっぱ冬場はね体が動かないです。で、肝心のウイスキーの方はと言いますと、クリスマスに飲もうと思っていたあれや、今年の正月用に取っておいたあれが残っております。他にもまだ飲んでないボトルがたくさんございます。で、それをね飲むために早くリハビリ頑張って退院したいなと思うわけですけど、一応ね先生からはまた2ヶ月かなとか言われました。なので、まあ退院は2月になるのかなという感じなので、皆様今しばらくお待ちいただけたらと思います。まあ昔の動画でも見ていただけたらなと。この前ねリハビリの先生が僕の動画見てくれて、500本もあるじゃないですかって言ってたんで、いつの間にか500本あるんで、まだ見られてない方いらっしゃいましたら、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますね。まあまたね時々こうやって現状報告をしたいと思いますので、皆様今年も良い1年を、過ごされてください。楽しいウイスキーを飲まれてください。僕もね退院して美味しいウイスキーを飲む日を楽しみに頑張ります。ではまた。バイバイ。